神戸市立小学校強制進級事件は1993年の日本で起きた教育裁判である。兵庫県神戸市須磨区の小学校で在学者が自主的な言及留置を希望し、また保護者もこれに同意する形で進級しないよう希望したものの学校側が強制的に進級を実施したため裁判となった。結果は学校側の勝訴であった。 神戸市立菅野大小学校に在籍していた5年生の女子児童がいじめなどの理由により長期欠席となった。登校したのは71日で、うち37日が会議室での自習であり、教室に出席したのは34日だけであった。出席日数の不足を理由に、児童と父親は留年にしてほしいと希望したが、校長は成績を考慮して拒否し、 強制的に6年に進級させた。本人、または、親はそれを不満とし、1993年5月に、神戸地方裁判所に訴え出た。神戸地方裁判所1993年8月30日に、神戸地方裁判所で、以下の用紙に基づき、学校側が進級を決定したことを正当化し、原告側の敗訴とする判決を下した。 日本の公立小学校では長期欠席や成績の不良などにより満足に授業が受けられていない児童に対しては校長の判断で進級させずに言及留置をすることが可能である。しかし教育の実務上は強固な年齢主義によって運営されているため実際に言及留置になることは少ない。本事件が起こったのはそういった 同学年イコール同年齢の文化が小中学校や高等学校に強く根付いているという背景があった。一方、私立、国立の小学校ではこの限りではなく、出席日数が足りなかったり、成績不良などによって、留年措置が取られることは普通に行われている。この場合、留年イコール恥ずかしいことというイメージがつくのを避けるため、生徒のメンツ保持として、 家庭の事情により健康という体裁をとって退学し、公立校に転入する生徒がほとんどである。詳細は年齢主義と家庭主義を参照のこと。ありがとうございます。